どこ行くんですか、コーチ。行ってみりゃわかるさ。まず呼び捨てやめようか。及川さん。向井監督。おめえのチームだろうが、根性出しか。コーチ。誰かで構わずぶん投げたりしねえよ。根性なしだけだ。クソチジ。コーチのおめえはちょとんとしてんじゃねえよ。及川さん、あの。いやだね。Back, back, I can be the... お願いさあ。俺忙しいんだよね。彼女に振られたから暇だって言ったじゃん。タケル、ちょっと黙ってなさい。お前は考えたの？チビちゃんが欲しいトスに 100% 応えているか。攻撃の主導権を握ってるのはお前じゃなくチビちゃんだ。嬉しいね。俺だけブレブレじゃんか。ああ、言いたいことは分かった。しかし間違ってるぞ、チビスケ。チビスケ、ちょっとブロックしてみろ。ミドルブロッカーなんだろ。止めてみな。すっげえジャンプ。ネットから顔出た。マナ。助走を始めるタイミング。セッターはスパイカーに合わせてトスを上げる。スパイカーが打ちやすい以上に最高のトスはねえんだよ。1センチを1ミリを1秒早くてっぺん。おそらくそれはケイシンが何とかするだろうよ。攻撃の主導権を握ってるのはお前じゃなくチビちゃんだ。影山。お、通り過ぎるな。置いてこい。そんなわけでこれからお前は速攻を打ちまくる。足りない練習量をひたすら補え。手でも足でもいいぞ。バレーはボールを持てない球技。止まるトスって何ですか。いいか、まず今までみたいに勢いそのまま通り過ぎるんじゃなく、チビちゃんが欲しいトスに 100% 応えているか。やめな。乱闘を止めるとか燃えて力入りすぎた。菅原頼む。はい。よし、すぐ始めるぞ。大丈夫だよ。武器とは。朝井さん、朝井さんのサーブ練習も手伝いますから。置いていかれるわけにはいかないな。全力で飛ぶことで意識を向けろ。他の誰でもねえ、自分の意志で戦え。お願いします。ちび太郎、ちょっとこっち手伝え。ちびすけからちび太郎になった。昇格した。嫌というほど揉まれてこい。はい。そして明日からは再び東京遠征。単細胞はいいよね。どこでも寝られてさ。なんだと。日向と影山、ここんとこほとんど会話してないけど大丈夫かな。あれってもしかして東京タワー。あれは普通の鉄塔。日向、身長伸びたか。リエフ、うるさい。目指せ、オーペナルティー。くっ。今度は伸びすぎた。こいつ、お前と違う。開いた、開いた。つまくま、任せろ。食べられるものは全て食べ、自分より強いものは利用し生き残る。うわっ、どうした。
ット。はあ、見事全敗。いっそ清々しいな。あ、ツッキー、今からサーブやるんだけど、ツッキーは…僕は風呂入って寝るから。ああ、ちょっとそこの、カラスノの、メガネの、ちょっとブロック飛んでくんない？だから、俺がブロック飛びますってば。うるせえ！ミドルブロッカーなら、もう少しブロックの練習した方がいいんじゃない？ボール？ボール出します？なんで、一杯行きますみたいなノリなんだろう。もう一本！もう一本！2枚ショート！死んだ？弱々死んだな、ブロックが。腕とかポッキリ折れそうで心配になる。おい、リエーフ、転がってんじゃねえ、レシーブ。ゲッ、ヤクさん！ゲッってなんだ？チビちゃんを対等どころか、叶わない存在として見てるなんてさ。たかが部活だろ。もっと食え、持たねえぞ。西野屋さん、胃は大きいんですね。なんだと。ゴー。おお、うわ、すげえ。その日向が後衛に回ってる間、極力無難にしのぐのが僕の役目。メガネな、クッソ生意気だよ、可愛くねえんだよ。その月島ってやつさ。え、月島の兄貴が？でもわかんねえっす。ゴー。あずまねさんは嫌じゃないんですか？下から強烈な才能が迫ってくる感じ。でも俺は負けるつもりはないよ。カバーカバー、任せろ。もう一本引き締めてみせたな、カラスノのエース。自主練だ、はあ、今日も華麗なる全敗、うん、今日もスパイク練習付き合わない？すみません、遠慮しておきます。僕、袋谷のエースの人が練習誘ってんのに断ってんの？あー、信じらんねー。俺があの身長だったら、あんなことやこんなことするのに。私の顔ブツブツ。なんでそんなにひょろっちいんだよ。何見てんだよ。おい、6年生じゃねえの？ちげえよ、3組のやつだよ。ちょっと待ってよ。かっこ悪。じゃあ、お先です。ちょっと休ませろって。大地さん。さすがエースね。ああ、ただいま。おかえり。朝練後と昼と部活前よ。はい、高タンパク&低脂肪でしょ。じゃあエースだ。なあな。すげえ。この間どうもありがとう。どっかで会った。別にそれほどでもないけど、中学からそうだし。すっげえ。山口、授業なんだっけ？国語。明日カラスノの試合見に行くけど、行く？俺最近も試合見に行ったけど、レギュラーに月島って名前の人いなかったよ。ガツン。じゃあエースだ。なあな。ズッキー。最近の月はかっこ悪いよ。絶対に一番になんかなれない。どこかで負ける。そんなもん、プライド以外に何がいるんだ。お前、いつの間にそんなかっこいいやつになったの？お前、かっこいいよ。着せて。ズッキーって。バレーうまいのと下手なの、どっちがかっこいいのかなんて決まってんじゃん。僕は純粋に疑問なんですが、
どうしてそんなに必死にやるんですか。メガネ君さ。月島です。月島君さ、バレーボール楽しい。同じブロック相手に全く触らせず打ち抜いたった。次の試合で勝てるかどうかとかひとまずどうでもいい。それがお前がバレーにハマる瞬間だ。猫マとフクロウダニのダブル主将に捕まったっぽい。なに、羨ましい。止めなくてもいいんですか。指の先まで力込めろ。絶対に吹っ飛ばされないように。ボクトさん今逃げましたね。厄介なヒナドリが殻を破り始めたかな。ゴーこっち熱い剣士。くそ、また短い。何やってんだ影山。今日の夜から俺はお前と練習しない。分かった。ケマ、トス上げてくれ。あれ、ツッキー、今日は仲間連れか。はい。え、3対3やろうぜ。おお、試合だ。昼間やれないことやろうぜ。ブロック、極力横飛びすんな。食堂閉まって晩ご飯お預けですよ。朝ですよ。もうちょい寝かせて。いや、ちょっと変わってきたなあいつら。僕が親切なのはいつものことです。落ち着いていれば戦い方は見えてくる。上に向かって撃った。俺そんな正確に撃てない。190センチのブロックかける3枚だぞ。今すんげーのやってっから期待してて。すんげーの。なんだよ月島。マジかよ。ウブ川とカラスの終わった。フライングイッシュエース。カラスのチビちゃんがめっちゃフライング上手くなってる。お前ら頑張れ、生き残るんだ。監督たちのおごりでバーベキューらしいぞ。肉肉肉、お肉肉、合わせて肉肉、お肉肉。サンキュー。すんげーの期待してるよ。なあ、見てろよこの野郎。俺がトスミスってるうちはお前の練習になんねえだろうが。早くくれ、打ちたい。だから必死こいて練習してんだろうがボケ。お前に行こうぜ。茨の道を来たもんですね。確かにな。現に正常には負けた。だから新しいことを始めた。はい。ネコマに簡単に勝てると思うなよ。簡単にだなんてそんな。合宿の成果見せてやる。一本取るぞ。ああ。しゃあ来いや、カラスの。アウト。一本止めてみせろ。今の俺の超インナースパイク見た。見ました。すごいです。そい、この技はな、逃げるために使うもんじゃねえ。嘲笑うようにかませ。フェイント。ボクトさんが
教えたんじゃないですか。おお、ツーアタック。あの速攻やる気か。